ワイルドラッシュリーグの公式戦も後半戦となりました。こちら林恭平、右側左側青いグローブが藤橋光の一戦です。藤橋ここまで得点なし、1点というのが林。さて解説はおなじみの小比類巻貴之選手、そして格闘技ライターの中村匠さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中村さんに伺いましょう。もう2人とも優勝というのはなくなってしまったんですが、これを含めてワイルドラッシュリーグ2戦あります。印象は強く残したいところですよね。そうですね、やっぱりここ残り2試合いい結果出しても来年のまたこの巻き返しというか浮上につなげたいところだと思いますね、はい。まあ、2人とも本当に攻撃力もあっていいものを持っているので、それを出せばもっと、ね、結果出せる選手たちだと思うので、はいはい、そこを注目したいと思いますね。これは尻餅をつきましたがダウンではありません。小比類巻選手、これサウスポーが藤橋青いグローブですが、共にパンチが強いですよね。そうですね、お互いパンチの選手ですね。左のミドルキック、高い位置で藤橋、返す蹴りは林です。藤橋選手、ここまでの反省を踏まえて、もともとアウトボクシングのスタイルだったのが、前に出て攻めるっていうのをテーマに置いて練習してきたって言ってたので、はい、それはもう序盤から結構見れますよね。小比類巻選手、プレッシャー藤橋かけてますね、うん、かけてますね。頑張って前に出ようとしてますね、はい。これが自分のクラッシュの戦いと藤橋、左ボディ、さらにミドルキック、腹部への攻撃一つ見せてからという藤橋です。林もローキックから前に出てくる。リングの中央移動して左、迎え入れるようにして打ち込んだが、林立てるか、ダウンカウント進んでいます。ぐらついている、これは続行不可能。衝撃が走りました。